マキコウ補給地区、あるいはキャンプキンザは、沖縄県浦添市の西部に立地する、アメリカ海兵隊の兵站施設。浦添市西部から、浦添市北部にかけて、長さ約3キロメートル国道58号から、西海岸にかけて、幅約1キロメートル市面積の約14%を占めている。戦後から、沖縄の本土復帰前にかけて、 軍需物資の貯蔵や補給、修理などのための巨大な倉庫群、兵舎が建設され、米陸軍の極東随一の総合補給基地となった。浦添市の国道58号から西側の海岸までの南北 3km、東西 1km に及ぶ広大な土地を占有し、那覇新港や商業地区の西海岸と国道58号の間に位置し、 都市計画と振興開発の大きな弊害となっている。基地は1、倉庫地区、2、大社地区、3、住宅地区の3地区からなり、倉庫地区は国道58号線沿いに近接し、大社地区は施設の西側中央部に、住宅地区は施設南北に所在している。沖縄戦で戦死し、名誉勲章を追贈されたエルバート・ルーサー・キンザー、海兵隊千人五長にちなむ。 キャンプバトラーの一部となっているが、キャンプバトラーは、物理的な基地を意味するものではなく、沖縄の海兵隊施設全体を包含する際の故障である。大戦1 6 6航兵隊による巻港、飛行場は、本土攻略のため1945年6月から始まった。2013年北側新入路1ヘクタールの返還2018年。 国道58号沿い3ヘクタールの返還2013年、北川新入路1ヘクタールの返還2013年8月31日、牧港補給地区と国道58号を接続する面積約1ヘクタールの道路が、浦添市に返還され、安倍政権が4月5日に合意を発表した、カデナい南の米軍基地返還計画に基づく第1号の返還となった。この合意では、 大半が県内の代替施設の建設などの条件付きだが、この土地には条件がなかった一方、返還後も日米地位協定に基づく施設間移動で米軍が使用することになる。2018年国道58号沿い3ヘクタールの返還2018年3月31日、国道58号に隣接する土地が返還された。1996年12月の SACO 最終報告において2017年度中に条件付き返還することが合意されていたもので国道58号の南北およそ 2km の区間が片側4車線に拡大される。5月20日にホテルで返還式典を行い沖縄県知事選を意識したためか菅義偉官房長官も出席した。 2019年第5ゲート付近にヘクタールの返還2025年予定倉庫群地区の返還区域2019年第5ゲート付近にヘクタールの返還2019年3月31日第5ゲート付近の区域が返還された。カデナ以南の米軍基地返還計画で2014年には返還される予定だったものである。 細切れ変換というだけではなく、周辺地域は、鉛や PCB など、複数の汚染物質が検出されており、また、化学物質が保管されていた場所にも近いため、今後の除去作業が問題となる。2025年予定倉庫軍地区の変換、安倍政権が発表した2013年のカデナイナンの米軍基地変換計画では、マキコ補給地区の倉庫群をカデナダニヤクコ、 千葉の地区に移設する条件で2025年までの条件付き返還合意が決定していたが、防衛省は米側と施設配置の調整を進めており、日米合同委員会で合意した基本計画を見直すことを発表した。マスタープランの見直しは統合計画の策定後、初めてとなる。その返還の条件とは、以下の4の県内の米軍施設への移設、増設である。 陸軍倉庫の鳥居通信施設への移設。国防省支援機関の施設のカデナ弾薬庫地区の千花地区への移設。海兵隊の倉庫、工場等のキャンプハンへの移設。海兵隊郵便局等のキャンプズケラニへの移設。カデナ弾薬庫千花地区への移設をめぐり、米側が施設防護基準の厳格化を求めており、防衛省は、 指導千葉な38号の東側約40ヘクタールに施設を配置する計画だったが、沖縄防衛局は西側においても、約30ヘクタールでも、提供区域内の土地の利用者に立ち退きを求めており、移設面積自体は不透明な状態である。キャンプ・キンザーで撮影された、ベトナムからの化学物質の集積場の様子。マキコ補給地区での CBRN 対策訓練の様子。 CBRN とは、化学、生物、放射性物質、核を用いた兵器は、それぞれの頭文字をとって、CBRN 兵器と呼ばれる。マキコを補給地区とエージェントオレンジ。ありがとうございます。